こんにちは、こんちゃんです。皆さん、猫カフェに来るとたくさんの猫ちゃんがお出迎えしてくれますよね。ただ、来ていただいたお客様からこんなコメントをいただくこともあります。まあ、確かにね、そう感じられることってあるかもしれません。でもね、諦めないでください。猫ちゃんたちそれぞれにも個性というのがあって、こうすり寄ってきてくれる猫ちゃんもいれば、ちょっとほっといてみたいな猫ちゃんもいるんです。実際に全く人見知りをせず、もう逆に私たちスタッフからするともう寂しいって思うくらい、もういろんな人に優しい猫ちゃんっていうのもいますし、日頃一緒に過ごしている私たちスタッフよりもお客様に優しく接してくれる猫ちゃんもいるんです。十人十色ですね。うまいこと言った。誰か なんか言って、なんか言って、こんちゃん。あ、気分じゃないそうです。はい、まあ、そこでですね、今回は優しい猫ちゃんを見極めるポイントについてご紹介していきたいと思います。この見分け方を知っておくと、猫カフェでの時間をもっと楽しく過ごすことができますし、猫ちゃんたちとですね、より良い関係が築くことができるかなと思います。それでは早速、優しい猫ちゃんの4つの見分け方についてご紹介していきたいと思います。まずは、優しい性格を持ちやすい業種についてお伝えしていきます。業種ごとに特徴や性格の傾向があると言われてますので、それを知っておくと優しい猫ちゃんを見分けるのにも役立つのではないでしょうか。ここでは比較的優しく温厚で構ってくれやすい猫ちゃんを5種類紹介していきます。一気にいきますよ。スコティッシュホールド、ラグドール、ノルウェージャンフォレストキャット、ラガマフィン、サイベリアン。まあ、これらの病種はですね、こう人懐っこくて穏やかな性格な子が多いと言われてますので、猫カフェで見つけたらぜひ一緒に遊んでみてください。まあ、今挙げた中で言いますと、個人的にはやっぱラガマフィンですよね。過去のラガマフィンについて語っている動画、概要欄に貼っておきたいと思います。貼っといてください。私がラガマフィンの魅力に取りつかれたのは、いっぱい遊んでくれたりだとか、愛情表現してくれたりだとか、まあ、とにかく可愛いんですよ。語彙力なくなるぐらい可愛かったんですね。他の子も可愛いんですよ。スコティッシュホールとかも可愛いんですけど、ちょっとひょうきんなとこだったりとか、ツンなのかなと思いきやデレデレなとことか、もうなんかとにかく沼にはまったわけです。なのでラガマフィンは一番おすすめです。なんか事故が起きております。おおどうした、まさむねくん。まさむねくん楽しくなっちゃったようです。あ、いのりちゃんと愛の追いかけっこをしているようですね。はい、行ってみたいと思います。もちろんどの病種にも個性というものがありますので、一概に同じ性格とは言えませんが、これらの病種は特に優しい猫ちゃんが多いと言われております。以前の動画で猫ちゃんの病種ごとの性格っていうのを詳しく説明している動画がありますので、それもこの辺に貼っておきます。ぜひ見てください。続いては、毛色から分かる傾向について。皆さんは猫ちゃんの毛色や柄によって性格に違いが出るっていうことを知ってましたでしょうか。同じ毛色や柄を持つ猫ちゃんは性格が似通っている傾向にあると言われております。まあ、その中でもですね、個人的におすすめしたいのが、甘えん坊で人懐っこいと言われるのはチャトラ。可愛いんですよ、チャトラ。柔らかいオレンジ色のベースに赤褐色の縞模様が入っている毛色です。またサビちゃん、知ってます、サビちゃん。黒茶色赤の毛色がもうチャ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 ってまだらになった猫も、愛嬌と協調性があって甘えん坊な傾向にあると言われております。実際うち実家にですね、昔サビちゃんいたんですけど、確かに甘えん坊でした。あとね、賢い、これは個人差あるかもしれないです。そして最後にですね、黒猫と白猫、どちらが甘えん坊で優しい性格だと思いますか。でーん、正解は黒猫なんです。とても人懐っこくて甘えん坊で穏やかで頭のいい子が多い特徴があると言われております。反対に白猫は繊細でクールな一面があって、警戒心の強い性格をしています。諸説ありです。このように毛色によってもですね、性格の傾向に違いが出るんです。ちなみに白猫ちゃんもですね、甘ったれな子はおります。なので本当これは個人差ありです。一説によると、白色っていうのがこう自然界だと敵に見つかりやすい色だから、きつい性格をしがちとか言われてる説もあるそうです。ただ実際はですね、可愛い、もうめっちゃ甘えん坊ですよ。でそのちょっとクールなとこがですね、たまらんのです。どうぞ魅力の沼へ沼ってください。ここまででも
も猫ちゃんの外見的特徴から性格の傾向があるというのが分かりますね。育った環境も猫ちゃんの性格に大きな影響を与えると言われています。まずは母猫や兄弟猫と過ごした期間です。生後2週間から7週間の間に他の猫ちゃんと過ごすことで社会的なスキルや適切な行動を学びます。この時期にたくさん遊んだりすることで優しくなりやすいと言われております。また安心できる環境も重要です。静かで安全な場所、適切な栄養、清潔なトイレなどストレスの少ない環境で育った猫ちゃんは心が安定し優しい性格になります。すごいですね。そういったポジティブな体験を積むことで猫ちゃんも人間に対してより優しい気持ちで接することができるようになると言われています。ここまで性格的傾向をお伝えしてきましたが、猫ちゃん変わってほしいって言ってこう言ってもね、プイッとそっぽを向かれてしまうことありますよね。その理由は明白で、気分じゃないからです。悲しいっすね。まあ、それが可愛いんだけどね。それくらい猫ちゃんは気分屋なので、猫ちゃんのペースに合わせて接するようにしてあげたいですね。なので次は猫ちゃんのこういう気分の時にこういう行動をするよっていうサインがありますので、それを紹介していきたいと思います。1、リラックスしている。リラックスしている猫ちゃんは体を伸ばしたり床にゴローンと転がったりします。また尻尾をゆっくりと動かしたりしていることも多いです。こういう時は近づいても安心して受け入れてくれるはずです。2、遊びたい気分の時。猫ちゃんが遊びたがっている時って目をキラキラさせていたり、周囲を注意深く観察したり、おもちゃを追いかけたりしているんです。この時に一緒に遊んであげると猫ちゃんとの距離が一気に縮まるかもしれませんね。3、眠い時。一方で猫ちゃんも疲れたな、眠たいなと思う時があります。あくびをしたり、ゆっくりまばたきをしたり、このような時は猫ちゃんに無理に構わずそっとしてあげることも大切です。以上、優しい猫ちゃんの見分け方でした。いかがだったでしょうか。そんな見分け方もあったのかと何か発見になりましたか。せっかく猫カフェに来たなら猫ちゃんと触れ合って楽しんで帰りたいですよね。今回紹介した優しい猫ちゃんの見分け方を参考にして、ぜひ楽しい時間を過ごしていただければと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。